ご、はい、ご視聴ありがとうございますバルザック作小西茂也役「暗黒事件」その第36回第2編「コランタンの復讐」第15章午後2時ごろマランと友人のグレバンは1階の大サロンで暖炉の前に陣取ってチェスを指していた。 グレバン夫人とマリオン夫人はソファーに腰を下ろして暖炉の隅でおしゃべりをしていたシャトーの召使いたちはみんな長い前からある種の軍一帯で大評判の仮装行列会を見に出払っていた三神儀の仮小屋へミシューの後釜に入り込んだ管理人一家もやはり見物に出かけていた だから斜ーに居合わせたものと言ったらわずかにマランの重僕とビオレットとだけであったほかに門番二人と二組の園庭夫婦とがそれぞれの持ち場に残っていたけれどこの連中の小屋はあるし並木道の突き当たりの車寄せのところにあったので距離から行ってもシャトーとは銃声も聞こえぬくらい隔たっていたし その上彼らは門口の敷居のところに立って半里ほど先のある種の方にばかり気を取られマスカラウドの面々がやってきたら見ようとしてしきりと待ち望んでいたビオレットはマランやグレヴァンから面会を許されるのを広い控え室で待っていた彼は高知退職期限延期に関することで相談に来ていたのである。 そこへ突如として5人の手袋をはめ覆面をした快感が重木とビオレットに踊りかかって矢庭にハンカチで猿ルをかませ食器室の椅子にくくりつけたこのくせ者たちはその背格好といい物腰といいまたその歩きぶりといいオートセール兄弟シムーズ兄弟それにミシューそっくりだった間髪を入れずに襲われたのだが それでも重木もビオレットもそれぞれ叫び声を立てるぐらいの余裕はあったこの叫び声がサロンにまで聞こえたマリオン・グレバンの両夫人は何か急を告げる叫び声とそれを思った「おや泥棒が!」とグレバン夫人は言った「なあにあれはミカレムのお祭り騒ぎさ親方へも仮装の連中がやってくるのだ」 グレバンは言ったこんな言いいあいでぐずぐずしていたのでその隙に五人の教官は正面中庭に面した方の扉をことごとく閉ざしたり重木やビオレットを監禁したりする暇が十分にあった。グレバン夫人はかなりと意固地な方だったのでさっきの物音は何かと不審があって立っていったがたちまち五人の覆面男にとらわれて ビオレットや木と同じ目に合わされてしまった。ついでセモ者たちは荒々しくサロンに踊り込んで中でも屈強な強そうなのが2人ゴンドルビル伯爵を捕らえてサルグツワをかませて庭の方を通って担ぎ去った一方残る3人のセモ者は交渉人やマリオン夫人を同じように縛りつけサルグツワをかませて それぞれぞけけ椅子にくくりつけたこうした狼藉を働くのに30分とはかからなかった3人のくせ者にさっきマランを運び出した2人の会館も間もなく加わってきて5人そろって車ーを穴蔵から屋根裏部屋まで捜索し始めた合鍵も使わずに戸棚や引き出しをみんなこじ開け壁まで探り当たってみて 夕方の5時まで、車頭内を我が物顔に彼らは振る舞ったちょうどこの時重木がヴィオレットの両手を縛ってあった紐を歯でようやくのこと食い切ったのでヴィオレットは猿靴輪を金繰り捨てて救いを求める叫びをあげたこの叫び声を聞いた5人のく者は庭へはせ戻って三心湯けの持ち馬によく似た馬に乗って 一目散に逃れ去ったがそれでもビオレットにはほんのちらり彼らの馬の姿を目に留めることができた重木をビオレットはほどいてやってから小野が小馬に飛び乗ってくせ者たちの後を追いかけた重木は後に残って婦人型や交渉人の名めを解いたビオレットは仮小屋に駆けつけてみると 鉄格子紋が左右に大きく開いているので驚いたがそこに三尻入城が馬に乗って見張っていたのには同じようにびっくりしてしまったローランスが姿を消した時ちょうどそこへグレバンも馬に乗ってはせつけてきたグレバンはゴンドルビル村の田園経理を伴ってきた経理は門番から借りたシャトーの厩舎の馬に乗っていた門番の女房は ある種の憲兵隊に急を告げに赴いたヴィオレットはとりあえずグレヴァンにローランスと出会ったこと大胆な乙女はいち早く頓送したことなどを物語ったローランスの計り知りがたい性格やその過憐な人となりはかねて2人のよく知るところであった「見張っていたのですよ」とヴィオレットは言った。 それにしてもあんな狼藉を働いたのは本当に三神勇の貴族たちかしらとグレバンは叫んだ「何ですってじゃああのデブのミシュに気がつかなかったのですかい私に飛びかかってきたのは確かにあいつでしたよ。やつのバカ力をはっきりと感じましたぜ。そればかりかあの五頭の馬はまさしく三神勇のものでした。 ヴィオレットは答えた。荘園や園広場の砂上に馬蹄の跡がくっきりと残っているのを見て大商人はこの貴重な跡形を見張らせようと田園経理を鉄格子門のところへ立ち番させヴィオレットにある種の治安裁判所判事を検証のために呼びにやらせてから急いでゴンドルビルの館のサロンにと取って返した。 そこへ憲兵中尉と少尉が班長と4人の兵を連れてはせつけてきたこの中尉は名を「治癒」と言って読者も古検察の通り2年ほど前にフランソワのために頭に風穴を開けられた例の班長で当時コランタンから邪悪な敵方の正体について思い知らされたことのある男でその兄は軍隊に会って後に 有能な法兵大佐として名を響かしたが弟の彼も敏腕を認められて憲兵隊士官に昇進した後年次元は欧部の憲兵中隊を指揮するようになったがこれはずっと後の話である少尉は名をボルフと言ってあの時コランタンをサンシーニュから狩小屋までまたそこからトロワまで漁して行った例の エジプト兵士上がりの憲兵でこの男もみちみちコランタンからローランスやミシューのペテン作についてそうコランタンは口にした散々に吹き込まれたことがありしたがってこの2人の士官がまずサンシーニ家の人たちを目の敵として非常な意気込みを表すべきはまた当然であり事実その通りであったのである。 マランとグレバンは二人ともといっても命名相手のために尽くしただけだが総裁政府によって交付されたかの国民公会の司法業務たるいわゆる革命歴第四年ブリュメール法典の編纂にあたって大いに尽力したことがあったのでこの法制ならそこの底までわきまえていたグレバンは恐ろしいほどの敏速さで 事件に対処することができた最もミシューをはじめとするオートセール兄弟シムーズ兄弟たちの犯罪であることを確信の域にも近い推定をもってしてではあったが若干の朗報感でもない限りは今日こんな法廷がその昔あったことを未だに覚えているものとてあるまい何しろ折も折ちょうどその頃 ナポレオン法典が発布されまた現にこのフランスを支配している司法官職制度が制定されたためことごとくこの旧法制も覆されてしまったからである。さてこの革命歴第4年ブリュメール法典によるとゴンドルビルで行われた違法行為に対する直接の訴追権は県の陪審長官の小中にあった。 ついでだから一言するが、国民公開は犯罪という語を裁判合意の中から省いてしまって全てを違憲罪とか罰金刑とか金庫とか家族刑とかないしは体刑とかしか認めなかった死刑は一体刑であったけれど平時になったら死の体刑も廃されて24年間の懲役に変えられるはずだった。 つまり国民公会は24年の懲役をもって死刑に該当するものと見なしていたわけだが無期の懲役にあたる刑を科する現在の刑法を我々は何と言うべきであろうか。ナポレオンの参事院でその頃審議中だった法制では陪審長官の職制は廃止される予定になっていた。 事実これはあまりにも大きな権力を一個人に与えすぎていたからであるすなわち違法行為に対する訴追及び告発に関しては陪審長官はいわば一人にして同時に司法警察官であり所信裁判所検事であり余審判事であり控訴院を兼ねていたからであるただその訴訟手続きと告発には 行政観察官のし人の陪審員の氷結に従わなくてはならならかった。陪審員は陪審長官から審理事項を聴取し被告や証人の陳述を聞いた上で最初の評決すなわち告訴すべきか否かを答申するのであったけれどこういった陪審員も事実は陪審長官の部屋に 集って協議していたため、事前その意向を反映せざるを得ず、陪審員といってもいわば、その共同者にしか過ぎぬ。連中が告訴。陪審員を構成していたのである。このほかに重罪裁判所で被告を裁判する。別な陪審員もあるが、これは告訴売信員。陪審員大陪審と混同せぬように。裁判陪審員。 商売信と称せられている重罪裁判所はナポレオンはこれを重罪法院と名称を変更させたが裁判所長と4人の裁判官と検事と政府委員とから構成されていたけれど1799年から1806年まで特別法院と称せられるものがあった。ある件によっては 特殊な審判行為に限り、陪審員なしで裁判する仕組みになっていた。そしてこの裁判は、民事裁判所付きの判事が取り扱い、さながら特殊裁判所の勘を呈していた。ところが、こうした特別裁判と、刑事裁判との発力から、管轄争いの問題が起こって、そのお裁きは、破棄委員へまでも、 持ち込まれることがよくあったもしこの大府県にも特別裁判所などというものがあったら帝国元老院議員に対する審判行為など当然そこで審理されるのに違いないのだがこの不穏な大府県にはそうした特別な司法機関はなかっただからグレバンはトロワの陪審長官を迎えに憲兵将尉を走らせた。 このエジプト機関兵上がりの将尉は急遽トロワへはせつけてこの地方ではさながら王者の感のあるこの奉官をゴンドルビルルの現場へと伴ってきた。ルシュノーというこのトロワの陪審長官は大革命以前は大韓裁判所の裁判長代理を務め大革命時代には国民公会の一委員会好きの 有給書記官をしていたがマランの友達だったおかげでこの今の兼職にとありついたのであるバルサック作小西信也役「暗黒事件」その第36回第2編「コランタンの復讐」第15章途中まで2021年2月18日。